は今ね、長崎県のこの石橋っていうところにね、今いるんですけど、今回なんですけども、長崎電気軌道の5系と、この石橋から蛍茶屋をね、結ぶやつに乗ってきたということでやっていこうかなと思ってます。はい、まあなんで乗るかというとね、今これ持ってるんですよ。長崎路面電車1日乗車券、まあ、長崎電気軌道の路面電車が1日乗り放題になる切符なんですけれども、1、3、4系統ね今乗ってきたんですよ。この5系統だけね、まあ、最後乗り通しないということなんで、せっかくなんでね、ちょっと乗っていこうかなということで、はい、そんな感じでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。まあね、石橋ってどこなんですか、初めて来たんですけどね。なんかオランダ坂かな、なんかあるらしくてね、はい、まあ、今回ちょっと行く時間ないんでね、はい、ちょっと残念ながら行ってないんですけれども、でこの目の前が長崎電気軌道石橋のまあ電停前ということなんでね、早速向かっていきたいと思います。まあ、ここに観光案内マップというのがありますね。いろいろありますね、やっぱり。面白いんですけど、この電停の横がなんか川みたいなのがあってね、なんかちょっと風情あるなっていう感じがするんですよね。石橋ってことで、なんか途中までなんか単線みたいになってるんですよね。単線で右側に道路があって、その横に川があるっていうね、これも路面電車にしてはなかなか面白い光景ですよね。で、まあ今日ね、長崎の路面電車長崎電気道初めてね、今日乗ってきたんですけど、運賃がねめちゃくちゃ安いんですよ。大人140円、子供70円、なんか障害者大人70円とかね、40円とか、あとなんか子供がなんか第何日日曜か忘れたけど、なんか無料になる日があるみたいなアナウンスやってましたね。かなり太っ腹なね路面電車だなと思いました。で今回乗っていく、まあ、5系統はこれですね。石橋、この緑のやつなんですけどね、こうずっと行って、まあ、新地中華街西浜町っていうところなんですけど、ここなんかめっちゃ人多かったんですよ。なんか大通りかなんかわかんないですけどね。案内いたします。この辺りは終点の蛍茶屋行くってことで、はい、そしたらね、列車到着するのを待ちたいと思います。はい、そしたらね、5系統の蛍茶屋行きやってきましたね。車両これあれじゃない、5000型っていう、あの長崎電気軌道の新しいやつですよね。定住式の路面電車っていうことで、連接式の路面電車、はい、早速乗っていきたいと思います。
の新地中華街横でめっちゃ人多いんですよ。なんか何回か今日乗り通して通ったんですけどね、結構人多いです。車が多いからね、運転するのほんまに大変やと思います。路面電車だけじゃなくてバスも結構多いんですよ。長崎バスってこれがいっぱい走ってるんですよ。はい、そうしたらですね、終点のホタルジャヤにね到着しました。はい、こんな感じになってるんですけど、ホタルジャヤのこの先なんかね、あの車庫みたいなのがあるんですけど、すごいなんかセカンドストリートとか上になんかロイヤルホストがなんかあってね、なんかどういうことやねんでね、ツッコミどころが多いんですけどね。いや、これ面白いです。でここからねずっと道続いてるんですけど、あのなんかわかりますかね、この崖の上かなんかにね、こうあの家とかが立ち並んでるのがいかにもなんか長崎っていう感じがするんですよ。自分はねそういうイメージなんですけどもね。はい、まあそれはいいとして、今回ね、5系統乗ってきたんですけど、皆さんいかがだったでしょうか。やっぱりね長崎の、まあ、街を走るっていうことなんで、そうですね、長崎のこの街並み自体がねあの結構面白かったんでね、乗ってて飽きなかったですね。ということで今回これなんですけどね、はい、長崎電気軌道のね、1日乗車券で1,3,4,5 全部の系統ね、これで乗り通したということで、いやー全部乗っちゃったっていう感じなんですけどね。いや面白かったですよ。あのやっぱりねちょっと今回ねあの時間の都合上あんまり長崎を観光できなかったんですけどね、まあ路面電車ねこう乗り回すだけでこう長崎の街をね観光できたかのようなそんな気分になったのかな、良かったと思います。で今回この、まあ、フリー切符なんですけどね、600円で、まあ、1日ねで長崎電気軌道路面電車が乗り放題ってことなんで、まあ、乗ることができてやっぱりね良かったと思います。はい、皆さんもね、機会があればぜひね、この長崎電気軌道に、まあ、乗る、またはねこのフリー切符を使って、まあ、乗り通してみたいという方はぜひね挑戦してみてはいかがでしょうか。はい、そんな感じで動画を終わりたいと思います。ありがとうございました。